四代目、桂梅介は、千葉県出身の落語家、作家。落語協会所属。本名、梅田勝之。出林、ワルチングマチルダまたは、イヤトビ。ペンネーム梅田級スサ梅田梅介、名義も用いている。海外で観光ガイドなどに従事し、帰国後旅行代理店から総裁業への転職を経て、37歳で、 落語家の道に進んだ異色の経歴の持ち主。2000年1月、八代目三省家枯渇に入門。前座名は、勝吉。2003年10月に、柳屋隆氏の進む、柳屋林太郎と共に二詰め昇進、勝名に改名。2004年、骨髄バンクを通じて、骨髄提供。2008年11月下席より、う勝ちに改名。 2013年4月に、千葉大学文学部史学科入学、また少年期の井上忠敬が主人公の小説、牧の家で、第56回千葉文学賞を受賞。2015年3月下席より、三遊亭司、柳屋商伝次、柳屋改修、四代目入選亭先蔵、二代目、金原亭、馬路、二代,代目金原亭馬玉、三代目柳屋さん、女、 柳やつば目渡る、三遊亭や矢台と共に、新内昇進、四代目、桂梅介襲名。桂梅介は大師匠である、梅介の枯渇こと六代目三章家、枯渇の全名である。十月、話家を志す江戸の浮世絵師と耳が聞こえない、娘の交流を描いた、小説、初音の日で、第十回千代田、文学賞を受賞。 2018年9月、昭和の千葉県浦安市に暮らす、子供たちが青い鳥を見つける物語、飛行機運出版。2020年3月、千葉大学文学部史学科卒業、直木35の一生を公爵士が語る形式の小説、直木賞で、第19回湯河原文学賞受賞。ありがとうございます。